裁断地に出た余りの布を用意します。生地の目方向はこちらですが、ループの場合はバイアス方向に使います。後で折り曲げた時に滑らかなカーブになります。生地の表が内側になるように折ります。ダイヤルを調節し縫い目を細かくします。1ミリから 1.5 ミリぐらいです。ボタンをかけ力がかかる場所なのでほつれにくく補強する目的があります。縫っていきます。洋服用なので3ミリぐらいに縫っていきます。3ミリはミシンのこの辺りです。バイアスで歪みやすいのでゆっくりで大丈夫です。縫い終わりは少し広げておきます。こうすることで布をひっくり返すときに布が通りやすくなります。失敗することもやはりあるので、ここで何本か予備を作っておくことをお勧めします。縫いしろを細くカットしていきます。あまり細くしすぎるとずれやすくなってしまうのでほどほどで大丈夫です。3ミリに対して2ミリぐらいの縫いしろを残しておくといいと思います。端も小さくなるように三角に切っておきます。針と糸でひっくり返していきます。ループよりも長い糸を用意します。細い糸だと切れる可能性があるので、今回は30番手の糸2本取りを使いました。2本取りの方が力を安定して入れやすいので初めての人にもおすすめします。ループの端に糸を固定します。この時2回縫い留めておくと安全です。同じ針穴に2回通すと力がかかりすぎて破れやすくなりますので、少しずらして針を刺すといいです。縫えました。針穴がある方からループの中へ入れていきます。この縫い目のある方がループの内側になります。アイロンで整えるとより綺麗に仕上がります。以上が布ループの作り方です。布はバイアス方向に使用する、縫い目を細かくする、縫い終わりを広げる、端に糸を2回縫い留める。ここまで見てくださりありがとうございました。皆様のハンドメイドのご参考になれば嬉しいです。